カツオクジラはヒゲクジラアモ目の一種。ナガスクジラかナガスクジラ属に属する。名前の由来はカツオが群れる習性があるため、トサワンの個体はバブルネットフィーリングを行う点で特徴的である。本種はかつてイワシクジラ及びニタリクジラと同一の種とされていた。このためカツオクジラという名称はイワシクジラやニタリクジラの別名でもあったが、 ニタリクジラとイワシクジラが別種であることが判明した際にニタリクジラに類する習性であるためこの別名はニタリクジラに引き継がれさらに本種がニタリクジラから分けられる際にこの和名が付けられたなお正式に決まるまでこのクジラ種の和名としてエーデンクジラの名も検討されていた科学的に最初に分類されたのはミャンマー西岸のマルタバンワン王の河川を 数十キロメートル遡上した個体である。新たに分類され、情報が少ない種類であるが、東、シナ海及び、高知県、和歌山県沖の体長が小さい、沿岸型ニタリクジラとされていたのはカツオクジラである。本種は、一般的には、ニタリクジラよりも、比較的に沿岸性であり、単一海域に定住する、個体群も多数存在する。ブリーチングなどの水面行動も、 一般的にはニタリクジラに比べ活発であると言われ、そのためホエールウォッチングの主対象になることもある。日本近海においては、高知県の土佐湾一帯と鹿児島県笠佐町で本種のホエールウォッチングが可能である。この領海域には定住群が存在するとされ、同海域での個体識別や繁殖活動の観察など研究が進んでいるだけでなく、 両海域間の交流も判明している。土佐湾と野間半島及び古島列島沖に来遊するカツオクジラは、捕鯨以前よりは分布が狭まったであろう。現在でも、少なくとも、西は長崎県沖、五島列島付近まで、東は和歌山県、大瀬沖まで回遊することが知られている。また、過去の記録を見ると台湾など、さらに遠方まで回遊していたとおぼしい。 日本以外においても本州及びニタリクジラのウォッチングは可能であり温暖な地域であれば航海を含むほとんど全域に生息する世界中の広範囲に生息しており2017年現在の時点で積極的な観光業または研究業が行われているまたはそれらが将来的に期待されている海域に限っても以下のようにカツオクジラまたは ニタリクジラの定住群を観察することができる地域は少なくない。2014年にはメキシコ湾に定住する絶滅に瀕する証拠体群が独自の亜種であることが判明した。ありがとうございます。